マリアス・スラボナはドイツの画家である、リューベックに生まれた。父親は薬局店主、政治家でリューベックの飲み水の改善に功績があり、姉のコーネリア・ショーラーはドイツの最初の女性医師の一人である。1882年に17歳でベルリンに移り、個人の海外学校で学んだ後、ベルリン美術工芸学校で学び1886年に卒業した。 1887年に、ベルリン女性芸術図協会の教室で学び、教師のカール・シュタウファー・ベルンの影響を受けた。1888年からミュンヘンに移り、エルド・テルトに学んだ後、ミュンヘンの女子美術学校で、ルート・ビヒ・ヘルテリヒに学んだ。同時期に、美術学校には、ケーテ・コルビッツが学んでいた。ヘルテリヒからフランスでの印象派の動きを教えられ、 リューベックに戻った時に、比較的近いデンマークや北欧の若い画家たちと交流し、パリで学ぶ決心をした。1890年にデンマークの画家、ペテルセンとパリに移った。この時からマリアスラボーナの名前で活動することになった。ペテルセンはウィリー・グラターと名乗ることになった。このカップルからは後に女優、演劇の教師となるリリー・アッカーマンが生まれた。パリでは、 印象派の画家、カミリー・ユピサロの知り合いとなり、1893年に国民美術協会のシャンド・マルスでの展覧会に、男性の偽名、カール・マリア・プラボナで出展した。パリでスイスの画商、オットワカーマンと出会い、1900年に結婚した。1901年にベルリン分離派の巡回員として分離派の展覧会に出展した。1906年に、 リューベックに戻り、1909年からベルリンに住んだ。1913年にベルリン分離派の正会員となり、ベルリン分離派が分裂した後は、マックス・リーバーマンの自由分離派に参加した。1920年代後半から健康が悪化し、1931年にベルリンで亡くなった。ありがとうございます。